では、今回はですね、新洋郊外のね、紹介をしていきたいと思います。まあ、長作林爆殺事件があったりとかですね、流浄港事件があったりとか、まあ、あと満州航空のね、あの、博物館が今でもありますので紹介していきたいと思います。まあ、当時、この桜の季節でね、桃ですかね、ちょっとわかんないんですけど、まあ、綺麗な時期です。で、流浄港事件がね、ここのところで起きてまして、ここにね、 博物館がちょっとね場所は正確には違うみたいなんですけどあります。あと張作林がね爆破されあのまあ列車が爆破,爆破されて運び込まれた場所がここで紹介していきたいと思いますね。でここはね張、まあ、学寮の銅像なんですけれどもまあ法典をね張作林が爆殺されて ついたののが息子の、ね、長です、ね、あの私はあの中国近代史シリーズのねあの浅田次郎の本を読んでましたのでちょっとね親しみが深いというか興味が、ね、あってぜひここも行ってきましたここもそのなんか中国のね車ですかね民生の第一車両みたいなのが書いてあってまあ展示されてでもこうしたね建物とか 中にあって、もうお土産屋さんがあったりとかいろいろあるんですけれども、まあね、時間がある人は見るといい場所なのかなと思います。私はね、こうタクシーで行ったんですけれども、その後ね、タクシーがなかなか捕まえるのが大変で、まあできれば一日に、ね、チャーターしていったらいいのかなと思います。結局その車はなかなか捕まえられなくてですね、まあその地下鉄に乗ったんですけど、地下鉄も日本のラッシュよりも ひどいぐらいの混雑具合でですね、まあ時間帯とかね、曜日とか悪かったのもあるかもしれません。もうちょっと乗らないと思って途中から歩いてく、ホテルまでね、帰りました。な、なのでまあ、車をね、チャーター1日できたらいいのかなと思います。まあ、ここがですね、その蝶作林がね、あのまあ、負傷した後にね、運び込まれて死んだと言われてる場所ですね。 まあね、中国の方からしたらね、まあ被害者というかね、いろいろあるんでしょうけれどもね。まあ日本人でもね、まあちょっと一定歴史をね、学んだらいいのかなと思います。まあ、当時はね、あの、軍閥のね、あの、トップということで、満州国、満州地方ですね。満州国の前ですね。まあ、張作がね、実装を収めているようなね、形でした。 で、当時は駅誌といって、その、中華民国にね、まあ途中で、蒋介石の中華民国に下ったようなね、形なので、中華民国のね、今の台湾の国旗が書かれてますね。掲げられてます。で、この中国の木あるあるなんですけど、造花がね、本物の木の枝にくくりつけてあって、針金でついてるっていう、まあちょっと面白い光景です。ぜひね、皆さんも行ったら、ちょっと中国行ったら見て でここはですね、まあ、長学寮のね、あの銀行です。まあ、その、軍発のトップになると、まあ、銀行も持ってて、実質にね、まあ、経済も支配してるということです。まあ、博物館のですね、その、同じチケットで入れたような気もするんですけど、ちょっとね、詳細は、まあ、現地で確認してもらえたらなと。こういう、やっぱ中国人は、あの、ジョーラーマが好きというかね、こういうのが多いですね。 まあ周りにもね、こういう古い建物とかあって、こう雰囲気の居場所というか、歴史のある街です。で、ここはですね、あの清の故宮で、まあ清の元々とは満州族、女真族なので、満州のそのここにね、都があったということですね。ここからね、あのバリの頂上を越えて北京をとしとしたという形です。 ここもまあお金払ってチケット買えばですね、いろんな展示がね、見られるので、ぜひ歴史好きな人とかね、見たら面白いのかな。こういうね、皇帝のロンパオとか、まあ、当時のものがちょっとわからないんですけど、あります。これがね、螺鈿、螺鈿細工で、お盆とか展示されてて。まあ今、その古宮のね、そもそもの宝物は中華民国が持って行って、 まあ台湾のね、呼吸にあるんですけれども、ここでもね、多少はそういう似たような石とかね、見ることができまして、まあ、美しいと思います。ここはですね、まあ、龍城湖事件の建物で、まあ、中にね、博物館があって入ったんですけど、なかなかこう、やっぱ日本人にとってはね、アウェーな場所で、まあ、写真とかもね、あの写真禁止でしたので、特にね、写真は残の,の でまあ、て横の外のですね、展示は、このなんか、まあ、日本の当時のね、ここにまあ靖国神社とかもまあ書いてあるんですけど、なんかそういうのが倒されても置いてあるっていう、よく分かんない <laughs> 状態なんですけれども、まあ、一応ね、残ってますね。で、ここもね、ソ連の戦車って書いてあるんですけど、まあ、ソ連の戦車があたりですね。 そういった展示が外にちょっとあったりします。まあちょっとね、中身を全部そのまま真に受けると、受け入れ難いところもあるかもしれませんが、まあ、せっかく行ったんで、深夜まで行ったらね、中をまあ見てみるともいいのかなと思いますけど、まあ、ちょっとあまり日本人であることをアピールしないんでね、行った方がいいのかなとは思います。まあ決してね、なんか何かされたとかではないんですけど、まあ私は一応ね、気をつけて。 で、ここはですね、あの、満州航空の後にできた、まあ、その、信用の飛行機のこ博物館ですかね。今でも、あのー、中国のね、戦闘機とかをこう作ってるみたいで、まあ、その満州航空のね、技術力というか、そういうのがね、受け継がれてるのかもしれませんが、日本人でもね、普通に入れましたね。で、外にはですね、まあ、このね、立派な建物で博物館はね、 見れるんですけれども、まあ、ほとんど人いなかったですね。こういうね、なんかミグですかね、とか展示されてまして、まあ、飛行機好きな人とかね、あの見る人が見たら非常に面白い、面白いですし、まあ、貴重なものなんかも知れないです。まあ、こういうなんか古そうなね、飛行機もあったりして、まあ、ソ連性が多いのかなと思いますけど、これがね、国境内戦とかでね、 活躍しるかもしれませんでここにもですね、まあ、あるようにですね、まあ、信用にこの満州航空株式会社っていうのを作ってですね、まあ、ちょっとね当時の建物が残ってるのかとかはちょっとさっぱり分からなかったんですけれども今でもねこの絵が受け継がれているというかこの技術というかねここでも飛行機があるということで でこれがまあ中国のね、最新鋭の戦闘機ですかね。まあ、こういう展示もあったりして、なんとなく。まあ、他にもね、展示いっぱいあるんで、ちょっとここでは割愛しますけれども、まあ、そうしたね、中国がどういうなんか飛行機を目指してるのかとか、ちょっとね、興味ある人はね、見られる場所かなと思います。ではね、以上になりますね。ありがとうございました。